将棋と音楽を同時に楽しむ前代未聞の企画が今年の調布国際音楽祭で実現しました。将棋と音楽のマニアな方、その図が重なるところはもしかしたらすごくわずかかもしれないと思いまして、どちらにも不公平がないようにですね、将棋をあまり知らない音楽家の方もお呼びしていますし、またクラシック音楽を別にそれほど好きではないかもしれない大島先生にも来ていただいて、まあ、お互いにこう総合のね、相乗効果が、はい、そうですね。ですので、お客様もね。でも、雅人さん、本日は対局だけじゃないんですよね。あ、そうですね。実はこれは名曲を聴きながらという音楽将棋という企画でございまして。それでは、佐藤天彦九段の先手番で対局を始めてください。会場に駒音が響きます。演奏に聞き入っていますが、時間は大丈夫ですか？弾けませんでした。ちょっと最後見たいですよね、やっぱり。まあ、お互いにも時間もありませんが。もちろんです。本当にファンといいますか、一観客として何度も足を運んだこともありましたので、まさかそのステージに自分が立てる日が来るとは本当に驚いてます。はい、私はもともとアニメやゲームが好きなので、その作品の中の BGM でしたりっていうのが一番こう聞く機会が多いんですが、クラシックもよくコンサートに行ったりして、少しこう対局で疲れた心をこう音楽で癒してもらうみたいな時間はちょっと自分でも作るようにしております。第2部では佐藤さんの作った曲が初めて演奏されました。それでは対局を始めてください。何かその今の気持ちをその表すのをやってもらえませんかね。あれですか。勝利を宣言するような力強さですね。ここでまあ次の一手、クイズということに、ですね。ではこの3択の中から皆様、シューベルトの音楽を聴きながらお考えください。では対局、再開の方をお願いいたします。おー、だよ。フィナーレは出演者全員が軽快なマーチを演奏しました。